いじめで自殺した15歳少年、遺族が訴訟を起こし、町全体が被告に。アメリカ・コネチカット州の町グリニッチで、いじめに遭っていた15歳の少年が2013年に自殺しましたが、遺族らが訴訟を起こすことを決定、現在、学校と町全体が被告になる事態となっています。少年は子供の頃、家族と共にポーランドから移民、しかし学校ではいじめに遭っていました。2013年6月、服毒自殺を図りましたが、未遂に終わったとのこと。しかし、そのおよそ2ヶ月後、新学期初日に悪質ないじめに遭い、帰宅後、ライフルで自らの頭を撃ち、自殺しました。少年の死は町に衝撃を与え、遺族は悲嘆に暮れる毎日を過ごすことに。今回の訴訟で、遺族は学校の内部文書を公開し、数年にわたるいじめの事実を学校側は把握していたと指摘。少年が通っていた学校は中高一貫校で、高校に上がるとき、中学校側から高校側に対し、少年が置かれている状況について報告がされていましたが、その中でクラスメートからいじめを受けていて、ソーシャルワーカーの協力が必要と明記されていたということです。さらに遺族は、学校側がいじめについて保護者に報告しなかったのは、規定にあったいじめ防止の基本方針を軽視していたからだと主張。結果、少年の命を守れなかったとして、法律に基づき最低でも1万5000ドル、日本円にしておよそ180万円の罰金が科されるよう求めています。また、学校側に対し、今後はいじめに遭っている学生を本気で守るよう願っていると話しています。ともニュースをあなたの手元に、LINE ともニュースに登録してね。学校側は把握していたと指摘。少年が通っていた学校は中高一貫校で、高校に上がるとき、中学校側から高校側に対し、少年が置かれている状況について報告がされていましたが、その中でクラスメートからいじめを受けていて、ソーシャルワーカーの協力が、いじめで自殺した15歳少年、遺族が訴訟を起こし、町全体が被告に。アメリカ・コネチカット州の町グリニッチで、いじめに遭っていた15歳の少年が2013年に自殺しましたが、遺族らが訴訟を起こすことを決定、現在、学校と町全体が被告になる事態となっています。少年は子供の頃、家族と共にポーランドから移民、しかし学校ではいじめに遭っていました。2013年6月、服毒自殺を図りましたが、未遂に終わったとのこと。しかし、そのおよそ2ヶ月後と明記されていたということです。さらに遺族は、学校側がいじめについて保護者に報告しなかったのは、規定にあったいじめ防止の基本方針を軽視していたからだと主張。結果、少年の命を守れなかったとして、月後、新学期初日に悪質ないじめに遭い、帰宅後、ライフルで自らの頭を撃ち、自殺しました。少年の死は町に衝撃を与え、遺族は悲嘆に暮れる毎日を過ごすことに。今回の訴訟で、遺族は学校の内部文書を公開し、数年にわたるいじめの事実を学校